次はこちら側の面とこちら側の面が反対になる折り方の説明をします。こちらは上の方にこの花のような模様が出ています。反対側を見るとこちらは平らのようになっているんですけど、これを反対になるような折り方を説明します。白い方を上にします。三角に半分に折り筋をつけます。広げて向きを変え、もう一度三角に折って折り筋をつけます。広げてこの点を真ん中に合わせるように折っていきます。きれいに折るコツはこの線がまっすぐになることです。他の3つも同じように折っていきます。そして上と下を広げ、下の頂点をここの点に合わせてこのように折ります。向きを変え、この辺とこの辺を合わせるように折ります。裏、このままこのように裏返し、この線を中心になるようにこのように折ります。一度広げ、次はここに折り筋をつけたいので、この辺とここが合うようにこのように折り、ここまで折ります。そうですね。そして表を向け、この形になるように置き、次はこの線を目安にこのように折ります。そしてここの線とこの斜めの線が合うようにこのように折ります。ここがこのままだとこういうあまり綺麗じゃないので、爪で少し押してあげると綺麗に折れます。で、潰します。こちらの蓋の時はここの部分がこっち向いてたんですけど、反転する時はここを反対側に手前の方に立てるようにします。そして裏返し、白い三角の部分をこのように半分に折ります。折り筋をつけ、これで完成です。これを同じものを8個作ってください。8個のパーツを組んでいきます。この向きで持ち、このパーツの右側のここの部分に次のパーツをはめていきます。そうです。同じようにこの部分に次のパーツを刺していきます。これを繰り返します。最後は最初の部分を同じようにこのように入れていきます。この時にこうなっていたら、この部分を最初のこの中に入れてください。これも出てしまったら、こ
その中に入れてください。綺麗にこのような形になれば、こちら側も綺麗なお花のようになっています。で最後に折り筋に合わせ、この中へこう折っていきます。形を整えます。このようになります。こちらと反対になっています。こちらを底にして蓋をすればこのようになります。八角箱の逆バージョンが完成しました。